それじゃあマペットベビー始まるよ。ディズニージュニア、まだまだ続くよ。マペットベビーディズニージュニア、18日の土曜日は、あ、見てサーカスが来たよ。あ、でもゾウさん元気ないみたい。クーラー、そんな時は冒険に出かけよう。ジョージ、人のゾウを盗むなんてすぐに追いつくからな。ジョージ、さあ勇気を出してお友達を助けよう。今すぐ出発しよう。お猿のジョージ2、愉快な大冒険、18日土曜日朝11時、18日放送スタート。それじゃあ調べなくちゃ。おもちゃの国の事件ならノーディーにお任せ。解決だね。最高なおもちゃ探偵よ。仲間と一緒にどんな謎も解決だ。どこで、なぜ、どうやって、調べて確かめよう。ノディ、おもちゃの国の名探偵、18日土曜日朝9時から新しいお友達に会えるよ。またまた始まるよ。マペットベビーディズニージュニア。この後のディズニージュニアはミッキーマウスクラブハウス、待っててね。ディズニージュニア、みんな仲良し、マペットベビー、カーミット、ピギー、サマー、フォジー、ゴンゾ、アニマル、わーい、みんなでプリンセスを救おう。海でパーティー、さあ行こう、夢の世界へ出発だ。マペットベビー、土曜日と日曜日朝10時30分、日曜日は新エピソード。昼は仲良し3人組、恐竜の模型がない、ジェットコースターは、調べてみよう。しかし夜はヒーローに大変身、パジャマスク、世界を征服するんだ、お邪魔な悪者やっつけに、スーパーキャットスピード月光パワー、ジャジャーンの緊急出動だ、早く早く出動、パジャマスク、月曜日から金曜日夕方4時、ディズニージュニア。本当にありがとう。赤ちゃんのお世話は大変、でも僕らが力を合わせればきっとうまくいくよ。フラミンゴー、トッツ、飛べ赤ちゃんお届け隊、ディズニージュニアで会えるよ。